牛とさつまいの紹介をさせていただきます。本日広島からですね、こちらのイオンタウン甲府の方へライブの方を出に、車でやってきました。皆さんと、楽しんでですね盛り上げて帰れたらと思ってますので、皆さん、曲が始まりましたら拍手を必ずお願いします。手拍子をね、していただかないとちょっとなんかしょぼいステージになってしまいますので、皆さんどうぞ協力していただきまして手拍子の方をしていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは一組目呼びたいと思います。広島からやってきました宅前です。どうぞ。手拍子お願いします。はい、
と島根県に行ってきます。イエーイ、イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとその島根大学、島根県の島根大学の学園祭に出演させていただくんですけれども、はい、なんとあのパークブーブーさんや、はい、キリンさん、熊田正史さんと一緒に共演することが決まりました。イエーイ。すごいですよ。ポスターも一緒に写真撮らせていただいてるんですけれども、ねトップアーティストと一緒の扱いだよね、うちらもね。お笑いライブも楽しみつつ、アイドルのステージも見れるという、ね、一石二鳥の素晴らしいステージになってます。はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、で、岩国の方でも祭りがあるよね。はい、10月の20日に岩国駅で行われる岩国祭りにも出演するので、はい、ぜひ皆さんそちらの方も遊びに来てください。はい、山口だけね、近いよね。そう、近いと思うので。そう、また皆さんに会いたいと思いますので、ぜひ皆さん来てみてください。はい。サクがひらがなで、マイがカタカナ、サクマイで調べていただければオフィシャルサイトが一番上の方に出てきますので、そちらの方もチェックしてみてください。で、あと私たち2人でパーソナリティを務めているサムズプレゼンツサクマイテンテコラジオというラジオ番組を持たせていただいております。広島県の廿日市市を拠点としてるんですけれども、遊びに来た際は 76.1 メガヘルツに合わせてお聴きください。はい、ちょっとマイクの電池が切れちゃうっていうハプニングがあったんですけど、はい、次の曲いきたいと思います。